落合町は岡山県真庭郡に位置した町。現在は合併により真庭市となった。町名は旭川と備中川が落合うことに由来する。旧町役場は真庭市役所落合町舎して本町機能の一部が置かれたが、くせに新本町舎が竣工後は落合支局として使用された。岡山県中部、木尾高原の北部に位置し、山林で占められている。 朝日川と備中川が合流する地点は小盆地を形成し町の中心となっている。中国自動車道と米子自動車道が町内の落合ジャンクションで分岐し、中国自動車道には落合インターチェンジも設置されており、遠方からのアクセスも良いことから、真庭郡内では県営工業団地が立地するなど、比較的事業所も多く、合併し、真庭市となった。 自治体中最大の人口を要する。特産品として、落合洋館が広く知られる。現在は、真庭市の大技として継承されているが、落合町の中心地であったみのみ、真庭市成立時に、落合みに解消されている。小学校上企画校は現在、真庭市立となっている。中学校上企画校は現在、真庭市立となっている。 高等学校 JR みまさかうちあい駅。ありがとうございます。